ギガ連射。さあ、やっていきましょう。今日やっていくのはこちら、クターのラビリンスって読める？ラビリンスです。迷宮ゲーでしょうかね。ダンジョンゲーだと思うけど。まずあらすじから読んでいくか。うい。不思議な不思議なラビリンス空間に来てしまった驚異の無表情キャラクター。気がつくとそこは謎の遺跡。謎を解き明かしつつ奥へ奥へと進んで、秘宝をゲットしよう。ゲームオーバーはないけれども、クリアタイムは最終スコアに反映するので頑張って最速クリアを目指してみよう。だってさ。ただまあ、ゆっくりといていけばいいんでしょ？要は。舐め腐っとるけど。で、下の方を読んでみると、左右は、キーボードのカーソルでもできるけど、でも、マウスでもいけるっぽいね。ちょっとマウス操作は怪しいけど、まあ、行ってみましょう。当たると死ぬっぽい。どうやら。ここまでは確認した。どういうことなんて思うけどね。何のための剣なのか。何のためのラビリンスソードなのか。あ、結構あれだな。時間大事って言ってるのに、今のアイテムなんか絶対取らなくちゃいけないし。あ、もうマウスでやるのはちょっと難しいかも。マウスやんない方がいいかもな。キーボードやった方がいいような気がする。割と勝手に挙動しちゃうし。いや、取れない取れない。ちょっとマウスカーソル外して、一旦外してキーボードやりたいけど、よし、キーボード体勢に整えた。たまんたまんたまん。キーボードいきます。取れんが。あ、取れた。こっちから行くんか。あ、そうに鍵あるな。うさぎちゃんが。よし。オッケーオッケー。で、ほっ。で、あ、え。じゃあ、あそこの間とかもなんかありそうだけど。なんかワープポイントがね、あるっぽいね、いろんなところに。初見でどこまで行けるのかっていうところをお見せしたい。当然ないよね、鍵がね。この段階では取れないと思うな、あのリンゴ。ああ、どう行くんだろう。行けるわ。ほい、ほい。タイム、時間がスコアに反映されるから、あんまりアイテムを取るのもよしあしだよね。はい。じゃあ、オッケーオッケー。やるじゃないの？残酷な罠なんだよ、それは結構。よいしょ、いかないね。はぁ。はあ、ああ、よし、オッケー。危な。ああ、ダメだ。あの時間タイマーっぽいよね。ん？鍵はどこ？こっちはいけるのか？いけないよ。ん？死ぬこともできない。タイトルに戻ってみました。コンティニューです。おかしい。おかしいよ。ここ来たらもう行けないじゃん、どこにも。おかしいよ。最初からやります。おかしい、このゲームはおかしい。このゲームは何か間違っとる。ダブ、二段ジャンプはできる。こっからだよな、問題は。
二段ジャンボ過信しすぎた。ここ行けないんだよね、要は。ただこの下に降りるとか。あ、行けた。ここにあったのね。ん？こう。で？あ、ここが開く。なるほどね。でもここさ、鍵あったよね。鍵あったよね。おっと。取れん。取れんな。取れんな。下に行く。リンゴがある。リンゴ取っとくか。こっちなんかありそうだな。リンゴがあるぐらいのもん。カシャン。これ何をカシャンさせてんのかな。いけない。こっちからな、えいよ。二段ジャンプ使ってくれ。来た。二段ジャンプの時間だ。よし。非常にシビアな判定で二段ジャンプができるようになっているんだけど、これも言っときたいね。で、で、はあ、多分これも。こっちから行けるよね。うん。まずは危険を犯す必要はない。問題は戻れないってことか。あ、あ、そうか。こっちに来れるんか。あれ？あ、で、いや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 。ここは降りたら死ぬのっけ？死なないっけ？死なないな。死なないし、なんなら時計が取れる。時計は時間が伸びるだけかな。いろいろ試してあげてみる。時間が伸びただけだった。OK で。これ来たはいいけどさ、これ。どこにも行けないぞ。どういうこと？死ぬしかなかったんだ。いや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 。いや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 。行き道がない。うわぁ。あ、あれ？ほう。なんか行けた。あ。もうこれも上から取るか。はい、ほい。これでも横の方は取ってるよね。ここ落ちたらどうだっけ。あ、死ぬわ。もう三段ジャンプ。これはいけない。いけないか。あ、でもいけないけど左が空いてるんじゃないかな、もしかして。開いてない。死ぬしかない。ダメだ。
助かる道なし。ゲームオーバーですね。なんか難しいな。コンティニューしても多分同じかな。よし、気持ち新たに最初からやってみます。謎解きをしながらやっていこう。よいしょ。もうリンゴ取らない。おいで。この鍵はいるよね。挙動が、うさぎちゃんの挙動が。てい、よいしょ。で、でこれ OK、ワープまで OK。ここはちょっとな、怪しいんだよな、あそこが。もしかしたら、もしかしたらこれなんかあるとか。あ、そんなこうマリオみたいな自由にジャンプできてるわけじゃないんでね。そういうところ、そういうところ評価してほしいな。あそこになんかありそうだと思ってるんだけど。あやっぱ死ぬの時間が経ってるね。なんかそんな感じがするよ。取れないんだよな。あっちにどうやって行くんだろう。あ、ワープホールが。出るために鍵を開けてるけど、下はこういう鍵を開けてるのがどういった作用があるのかはちょっとわかんないっすね、まだ。ここも一応やろう、やっていこう。ふぅ、いやー、 YouTube でね、見てきたんですよ、攻略動画みたいなので。まあある程度掴んだ、ある程度はね。だけどあの再現は無理あの再現は無理ですね。だからこのゲームでスコアが1万とか超えてるやつらは全員普通にあれやってるなっていう、あの技があるこれです。天井張り付き、天井に、クターの頭が天井に触れた段階でスペースボタンを連打すると天井に張り付きます。連続ジャンプができる、無限ジャンプができる。ただその無限ジャンプがね、どうしても使わなくちゃいけない場面で使えないんです。アザラシは、アザラシさんは使えないんです。だからハイスコアが狙えない。この二段ジャンプをね、結構タイミングシビアでね、出せるときと出せないときがあるっていう段階でもダメなんですわ。完璧に二段ジャンプは決まるタイミングでは使えないとダメ。でこの鍵が天井張り付きと二段ジャンプの組み合わせでなんか取れるっぽいんですわ。あ、取れた、取れた。じゃあ行こう取れるっぽいんですわという、取れなかったのよ。ずっと取れたので先を急ぎます。あそこで天井張り付きジャンプしたかった。取れた、なんか取れた。
何回やってもできなかったのに今初めて撮れたよ。不思議。ここだな。よしよし、天井張り付きジャンプ。オッケー。これはいけるんじゃないか。結構いいスコアが。ほい。オッケー。でこのレバー全部また左向けに、左向きにレバーを押して、天井張り付きジャンプがね、癖もの、癖が強すぎる。ほうほうほうほい。よし、オッケー。よいしょ。今ちょっと緊張した。右手が震えた。オッケー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 。オッケー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 。リンゴ取るのがね、よしよしなんですよね。リンゴ取りたいけど、ここがまた難しい。こういったときに、あ、まあ、リンゴ取っとくか。先ほどだ。今、リンゴ取っとくか。リンゴ取ると、まあ、スコアが100伸びるんだけど、スコア100って、10秒分なんですよね。この鍵が、右の、左の鍵がまだ開いてないです。これ取りに行く。あのリンゴを取るのはどうかなってとこだね。取って10秒で行って帰ってくれるか。右下のやつ。多分10秒で行って帰ってこれない。だから取らない方がいい。よし、OK。時間として、厳しいね。9000ポイントはいかないね、これはね。頑張った方だけどね。ここからノーミスで行って、9000ポイントいけないかいけるか。これ右のタイマーだ。取れます。取れます。取れます。で、あとはクリアするだけ。あとはクリアするだけ。あうわ、これだ。これが、出ました、悪い癖。よしよし。緊張するな。よし。はぁ。ようやったけどね。ようやったけど。1万いかないね。まあまあまあ、ここまでにしとこうか。しかしクタの持っている盾と剣は一体何のためにあるのか。この盾と剣は、9000ちょいかな。ね、4位。まあようやった方だけどな。上の連中が化け物すぎて、全然だわ。まあ、あんな要領でね、なぜか、鍵が取れるところがあったりするんですよ。それをうまく駆使していくんですけど、まあ、タイム9999からの勝負です。時計全部取って、その時計の上乗せ分を吐き出さないぐらいの時間、300秒以内にクリアしなければ、ここら辺までいかないよね。300秒以内かつリンゴを何個取れるかっていう、そういうシビアな世界、この上はね。ああ、すげえよ。ってことで、クターのラビリンスでした。結構挑戦したけど、まあ、やれたかなって感じです。また別のクターのゲームでお会いしましょう。まあまあ面白いですよ。攻略法さえ分かってしまえば。